や、なんか女子力負けてるねみたいなコメントがあって、いやでもそんなことないですよ。そういえば最近僕、あの SK-2 のピテラっていう化粧水使ってたんですけど、2本目がそろそろ切れそうで、おすすめの化粧水とかあったら教えてほしくて、できれば僕あんま乳液とかもベタベタするの嫌なんで、あのあんまりベタつかない化粧水とかがあれば教えてほしいんですけど、なんかいいのあります？いや、いただきます。え？あ、またこのステージですね、先輩。ね、どうだあります、ね、化粧水。やっぱ女の子に聞いた方が、ね。あ、ちょっとあれいきます。ちょ、ま、あ、割れます。あ、しかも割れますね。割れますわ。うん、よし、いきまーす。あとシャンプーもそろそろなくなりそうで、今、昔クレイジュ使ってて、口コミ1位だったから、アットコスメの。難しいな。したら、なくなっちゃって、今なんか一応余ったラックスを使ってるんですけど、おすすめのあります。僕結構あの、しっとりめのが好きで。髪がふわってするのには、ちょっと割としっとりしたのがいいんですけど。あ、いきます。あれ持ってるのかなえさんですか？持ってます。あ、持ってますね。ナイスです。でもヘアオイルはやっぱミルボンっすよね。でもこの前美容院行ったらなんかめちゃくちゃいい匂いするなって。でもメンズでヘアオイルミルボン使ってるのどうなのかなってちょっと思って、もしメンズでおすすめのヘアオイルとかあったら教えてほしいんですけど。メンズ？そうっす。メンズはわかんないね。そうっすか、わかんないな。まあその匂い的に男が使っても違和感があんまないようなのが、うん、あー、ですね。ですね。ですね。ないっすかね。まあ、ちょっと今、パッと思い出せないんで、思い出したら言いますね。あ、じゃあ待ってます、はい、じゃあ。はい、お願いしまーす。はーい。ないなぁ。パックはね、リスナーさんがもらったのか、グランなんたらってやつ、赤いやつね、韓国かどっかのやつ使ってる。はいはい、へー。おすすめって言われて。毎日やってんですか？いや、たまにっすよ。星川さんはどういうの使うんですか？ふぅ